またまた圧勝だわ。小池由里子、途中選当選確実となり、まさかのコメント発表。ええー、どうもこうすけです。えーついにね、20時、えー、投票を締め切った瞬間に出ました NHK から、えー、当選確実ということでね。まあ、僕もスタンバってたんですけれどもね、えー、もう4割ぐらい票を集めてやっぱり決まりということで、まあ、こちらニュース速報を流れて皆さんもね、えー、やっぱまたかと。 こちらねもう当確ね、えー、3期目、えー、決まっちゃいましたね。えー、本当にね、えーまあ、圧勝ということで、でまあ、投票率もちょっと見てみますとね、18時現在ですね、えー、34.12%でして、えー、前回をね0.62%上回って、期、え、日、ー、前投票がねすごい多かった、あと合わせて前回の、ね、55%上回り、60%下 60%となるという見通しですね。期日前投票が18.65%と。まあ、僕も期日前したんですけれどもね。えー、で、まあ、そのね、あの、当確に対してね、えー、文句を言うっていうかね、えー、言う人もいるんですけれども、NHK 開票速報で投票締め切り時間で番組スタートと同時に小池を当確出す茶番と。おまけに小池本人が間伐入れ地にスタジ入り集計をすっ飛ばして、 主要投票所の出口調査の結果らしいが、あからさまなインチキで不正な出来です。小池と NHK がグルなのを認識したのを覚えているということです。まあ出口調査とかでね、いろんな統計でやってると。まあこれもそうですね、新聞欄見ますとね、7時58分、東京都知事選挙開票速報、出口調査の結果。何ですか、この番組紹介。実際の投票より出口調査を優先。何の意味ありますか えー、こんな放送局が受信料に、まあ、もらわれやりたい放題、手口調査が必要な意味、NHK NH は説明できんやろうね、と。まあ、出口調査でね、もう大体分かっちゃうということですよね。まあ、こちらツイッターやってる方はね、皆さん見たと思うんですけれども、まあ、こちら見ると結構ね、まあ、小池、石丸氏も結構競ってたから、ちょっとどうだろうなと思ったんですけれどもね。えー、小池27、石丸27。これは港区国民生活センター。 で、これが千代田区のね、小学校。これも小池21、石丸17と。結構石丸市競ってるなと。で、台東区に関してはね、石丸の方が全然上ということで、これもしかしたら石丸市行くかなと思ったらね、全然小池市の圧勝ということでね。たとね、出口調査、ちょっとね、おかしいんじゃねえかってみて、みたいな言ってる人もいてね、先ほど投票に行ってきてたが、えー、出口調査50代以上対象にしていると。 父が依頼を断った際に私で良ければ答えますよと申し出たとこ,出たところ、調査委員会、いえ、お若い方はちょっと20代ですよねと言われて養子を引っ込められたと。で、若者の意見が無視されているようで腹立たすというのがあってね、ちょっと50代以上の人だけやってんじゃないかっていうことなんですけれどもね。こちらが世代ごとに担当者が分かれてただけだろうっていうのがある。で、この人は、まあちょっとそれはね、おかしいぞと。 出口調査の実施方法について知らない方向けに言うと、出口調査は出てきた順番ではなく、時間の間隔を空けたり、性別や年齢層が偏らないように調整して行っている。報道各社は出口調査を分析して当確を出すということですね。だからもう、ほとんどね、えー、出口調査で全部分かっちゃっ,たってことですよね。8時の段階でね。もし偏った調査をして当確を間違えるとえらいことになると。だから今まで NHK は絶対ね、 え、出口調査して当確が間違えてなかったから、今回も同じようにやったということですね。え、不思議だった明らかに聞く人、ものすごい選んでいる。どういう基準かわからない。え、ちなみに10分間誰にも声かけてなかった。いろんなタイプの有権者が通ったのに、普通の市民選ばないのかなということですね。で、まあ、これ見ると偏らないように一定の間隔を空けて調査しているということで、まあ、10分間聞いてなかったっていうのも、まあ、あり得るということですね。 で、まあ、見事ね、見事というか、あ小池百合子、当格と。圧勝もう速攻でしたね。結果が本当早すぎて。えー、ということでね、まあ、由里子は今頃ね、えー、またまた圧勝だわって多分ね、言ってんでしょうけどね。えー、またこれで3期目も小池百合子と。いやー、やっぱりね、現職が強すぎると本当ね、いじまるしに、だから多分小池百合子に、 入れたくないから、小池百合子になって欲しくないから、じゃあ石丸氏にね、投票を集めようみたいな動きもね、あったんですよね。やっぱ、MM、M あの、公介 TV の方でも結構、ちょっと、まあ、小池百合子、対小池百合子の組織票に対して、えー、石丸に団結させようっていうのはあったんですけれどもね、えー、やはり現職強いし小池百合子の画像を崩すことはできなかったということでね、 えどうなるのか東、日本、どうなるのか、東京ということでね、えー、またちょっと、続報がなかありましたら、えー、スケ TV の方でね、すぐにお伝えしていきたいと思います。ということでね、えー、小池合子、えー、都知事選当選確実となり、まさかのコメント発表というね、えー、動画になりました。えー、こういう形でね、週のに少し切っておりますので、チャンネル登録してまたご覧いただけますと幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。